ここのの動画はは提供でお送りしますこんにちは今日は FPGA の特徴を解説して実際に使ってみる動画です FPGA はフィールドプログラマブルゲートアレイのことで実現したい論理回路を専用の言語で記述して実際にそれを合成していくデバイスです FPGA の特徴なんですけども名前がそのまま特徴になっていますフィールドその場でプログラム可能なゲートアレイつまりプログラム可能なゲートアレイというのが特徴です 例えばこういった論理回路をですね、FPGA で作ることも可能となっています。そんななかなか面白いデバイスです。 こういった論理回路を記述するために HDL、ハードウェア記述言語というものを使います。その HDL を使って論理回路を記述すると、こちらにある FPGA の中で本当にそれと同じ動作をする回路をこの中で合成して作ってくれます。そんなわけで FPGA というなかなか面白いデバイスについて今日は紹介していきますが、その前に今日のスポンサーのディジキーから皆さんにクリスマスプレゼントがあります。どうぞ。 ツイッター、インスタグラム、フェイスブックでハッシュタグディジウィッシュをつけて欲しい部品を投稿するとディジキーで売っている電子部品やキットがなんと当たります12月1日から12月24日まで毎日開催1日1回応募可能なので当たるチャンスかなり高いですやらなきゃ損です 残念ながら当選しなかった方もダブルチャンスとして500ドル相当のデジキークレジットが抽選で当たりますこのチャンスにディジウィッシュのハッシュタグと一緒に欲しい部品を投稿してみて当たるか試してみてください参加方法の詳細については概要欄とコメント欄から確認お願いします こちらのプリント基板の真ん中にあるものが FPGA です。FPGA は何か実現したい論理回路を自在に作ることのできる集積回路なわけですが、まず最初に FPGA の構造について見ていきます。FPGA の中身ですが、このようになっています。いろいろと省略していますが、四角形で書いた論理ブロック。そしてその論理ブロックを囲むように、縦横に入っている配線。そして配線同士をですね、接続するスイッチでできています。 こういったロジックゲート IC を使って論理回路を作る場合は、ゲート IC 同士を配線で接続して論理回路を作っていきます。これは FPGA の場合でも同じでしょうか ?FPGA の中に個別の論理ゲートが、例えば NOT とか AND とか OR ですね。それらを配線を切り替えて繋いでいってるかというと、実はそうではありません。これは間違いなんですね。一部ですね、そういう風うにやっているものも昔はあったみたいです。 実際にはこの論理ブロックの中に、ルックアップテーブルといったものを使っています。ルックアップテーブル、ルックアップテーブルですね。そういったものが論理ブロックの中に入っています。実際にはマルチプレクサーなんかも一緒に使っています。 この論理ブロックの中にルックアップテーブルがあって、それを目的とする論理回路の心理値表と一致させることで、目的とする入出力の関係を得ることができるのです。こうすることで、個別の論理ゲートを組み合わせて、この論理回路を作っていく必要がなくなります。例えば、こちらにある論理回路。これは全加算機です。この全加算機の心理値表はこちらです。これについては特に説明する必要はないですね。こちらの入力が入ってきたら、右のような出力が出てくるといったものです。 こちらの S 部分についてのルックアップテーブルを作ってみたいと思います。それがこちらです。出力の S についてのルックアップテーブルです。C の部分は隠しました。右側にあるのはマルチプレクサです。マルチプレクサの入力は B、AC となっています。B、AC でどちらの入力かを選んでくるわけです。例えば B が0だった場合は上の信号。B が1だった場合は下の信号です。この B の線は下のマルチプレクサにもどんどん繋がっています。AC についても同じです。 例えば一番簡単なケース全部の入力が0の場合ですねその場合出力は0ですそういった場合どういった経路になるかというとまずこちらですね C は0なので上の方に行くと A についても0なので上の方に行きますまた B についても0なので上の方に来て結局 S は0が来ています次は例えば010ですまず C については、 0次 A については1となっています B については0ですですので出力は1というふうになっていますここは1ですもう一個ぐらい例をやっていきましょう101の場合です出力は0ですまず C については1なので下の方に行きます次 A は0なので上に行って B は1なので下に行くとそうすると出力は0というふうになります このように作りたい心理値表があらかじめ分かっていれば、わざわざ論理ゲートを使って回路を作る必要がなくなってしまいます。つまり FPGA の中に個別の論理ゲートをですね、たくさん用意する必要はなくて、こういったルックアップテーブルを作っておけばよいということになります。通常、ルックアップテーブルでこのような値を保持するには SLAM が使われます。BAC の入力はありますが、これは SLAM のどのアドレスにアクセスするかを選ぶための入力となったわけです。 S ラムの値を変えれば良いだけなので、論理ゲートの複雑な組み合わせなんかがいらなくなるわけです。これらのルックアップテーブルが入った論理ブロックを FPGA の中にたくさん用意していきます。数万とか数百万とかそのくらいの数です。 それらのルックアップテーブルを配線で接続していくわけです。配線の交差点部分にはトランジスタを使ったスイッチがあって、自在に経路を変えられるようになっています。これが FPGA の基本的な構造になるわけです。FPGA すごいですよね。外から見たら論理回路が動いているように見えるんだけども、実際にはこういったルックアップテーブルの組み合わせでできていると。なかなか面白いです。ここからは FPGA の特徴について話していきたいと思います。 まずは機能面で見ていくと、こういった中身を書き換えられるデバイスなので、HDL の設計後にやっぱやり直しっていうことができてしまいます。これはですね、試作段階での柔軟性が非常に高いです。FPGA の中で必要な回路を追加したり、またはいらない回路をですね、消したりなんていうことができるわけですから。 このような書き換えが可能なので FPGA が搭載された製品がリリースされた後でも FPGA の機能の修正であったり機能の追加なんかができてしまいます。あんまやりたくはないと思うんですけど。はい。また先ほど説明した通り FPGA の中は回路でできているので常にリアルタイムで動いています。つまり全ての回路が同時に動くようにできるわけです。なのでハードウェアレベルでの並列処理が可能となっています。 これについては後で説明しますが、高速なデータ処理であったり、常に一定量のデータを一定の速度で処理していくといった動作が得意です。これについては得意というよりかは、FPGA のリアルタイム性やハードウェア処理を活かせるような設計にしないと、FPGA を使う意味がないということにもなります。次にコスト面で考えてみます。 製品に ASIC を使うか FPGA を使うか考えてみると ASIC を使った方が開発コストは上がります一方で FPGA を使う場合は開発コストはそこまで高くなりませんなのでそこまで大量生産にならない製品なんかには FPGA が適しています逆にですね ASIC なんかはシリコンウェハーレベルから半導体の回路を作っていきますので性能を高くすることが可能ですただ FPGA のような後で作り直しみたいなことはできません ASIC も FPGA もそれぞれいいところ悪いところはちゃんとあるんですね。製品のコストや販売価格にもよりますが、数百万台とか1000万台とか出荷できるような製品だと ASIC を使った方がコスト的には安くなるそうです。では実際に FPGA を使っていきます。今回使うのはこちらの FPGA ボートです。スポンサーをディジキーで購入しました。2.3万円程度します。 こちらの FPGA ボードはアルテラの MAX10 を使っています。5万程度の論理ブロックが入っているので、少し使ってみるレベルには十分な性能です。 こちらに5ビット足す5ビットの全加算機を作りました。ベリログ HDL で AND と XOR の処理をするモジュールを作成し、それらを組み合わせてハーフアダーモジュール、半加算機を作ります。同時に OR モジュールを作成して、半加算モジュール2つと組み合わせて全加算モジュールを作成します。でその全加算モジュール5個に対して入力のワイヤーをですね、各ビットを入力していくわけです。 こちらの FPGA の開発環境ソフトのクオータスっていうのがあるんですけども、そちらを確認してみると合成した回路はこちらになります。今回作ったベリログ HDL については GitHub で公開しています。概要欄から確認してください。簡単に言うと A と B のビットのそれぞれの足し算ですね。こんな感じで、まず A だけだとこのように動作しますと。で、次、B だけでもまあ同じようにですね、動作していきます。次、A の0と B の0を足すと、 このようにですね、足し算されて桁が繰り上がるという風になっています。で、ここにさらにですね、A の1を足していくと、はい、さらに繰り上がったといった状態になります。B の0を元に戻すと、はい、このようにしっかりと全加算機の動作となっています。A を全部オンにして次、B の0を入れると、はい、全部桁上がりしていって、最後のキャリーアウトの部分ですね、6桁目の部分に出てきます。 この全化算機をロジックゲート IC なんかを使ってやろうとすると結構大変ですよね。回路規模がかなり大きくなってしまいます。このように欲しい回路をすぐ作れてしまうというのが FPGA の利点です。ここからは FPGA の処理速度を大幅に向上させる手法であるパイプライン処理について紹介します。パイプライン処理なんですけども、これは処理をいくつかのステージに分割して、各ステージが並列、そして同時に動作するようにする処理手法です。 パイプライン処理を説明するための例として流れ作業がよく説明されます。今回はより具体的に説明するため、レストランを例にしてパイプライン処理を説明してみます。受付で注文を受けて、厨房で調理して、そして料理を提供していくといった流れを考えてみます。まず一番目のお客さんが来たら注文を受付して、その注文を調理して、そしてできた料理を提供していきます。 パイプライン処理をしていない場合、この一連の処理を蓄次的に行っていくため、どうしても時間がかかってしまいます。この全ての処理が完了した後、後ろで待っていた2番目の人の処理が始まるわけです。パイプライン処理の場合どうするかというと、この一連の流れを3つに分割します。こちらですね。注文を受けるだけ、調理をするだけ、そして料理を提供するだけ、この3つに分割します。パイプライン処理の場合、1番に来た人の注文を取ります。 ここですね。そして注文が終わったら次どうするかというと、その注文を調理するといった処理に移っていきます。この時ですね、注文の処理、今手が空いている状態です。ですので1番の後ろで待っていた2番の人の注文を取り始めます。そうしますと f e g は基本的に並列で動作ができますので、こちらの2番の人の注文、そして1番の人の調理をですね、同時に進めることができるわけです。 これらの処理が終わると1番については料理の提供に移っていきますし2番については料理の調理に入っていきますこれらの処理は全部並列して進めることができますので3番の人の受付を取ってますし2番の人の調理も同時に進んでいくとそして1番の人の提供もですね終わるといったわけですそしてまた次の処理にですねどんどん進んでいくといったようになっていきますこれがパイプライン処理です このように流れ作業にしたことでどんどん注文を流せるようになりましたし時間あたりに処理できるお客さんの数を増やすことができましたこれはスループットというのですがパイイププライン処理をすす。るるここととででスループットを大幅に向上させることができます注意する点が一つあってパイプラインの処理のありなしにかかわらず一番の人の処理が始まってから終わるまでの時間はですねトータルでは変わらないです あとは説明時には特に言わなかったのですが、こちらの点線の書いてあるところまでにですね、すべての処理をですね、終わらせる必要があります。時間内にですね、終わらせる必要があるということです。実際にはこの時間と時間の間がクロックになるわけです。ここまでで全部の処理が終わって次に移ると。で、次もここまでで全部の処理を終わらせて次に移ると。でここでも処理を全部終わらせて次に移るといったイメージです。 どれか一つでも遅い処理があると全体がその遅い処理に合わせなければいけないので処理が遅くなってしまう点にも注意が必要です。 パイプライン処理をする HDL を実際に書いてみました。こちらについても GitHub で公開しているので、ぜひ確認してみてください。何をするパイプラインかというと、足し算をするパイプラインです。こちら3つの数字、XYZ の足し算です。パイプラインのステージ数は2つにしています。ステージ1では、まず X と Y の足し算、Z はそのままです。そして次、ステージの2では、X と Y の和と、そして Z を足し算します。 FPGA ボードの方にも書いてみました。まずステージ1で X と Y が足されて、こちらのレジスターに保持されます。そして Z についてはそのままですね、こちらに入ってくるといったわけです。こちらがステージ1です。そしてステージ2では X と Y の和を Z と足して、そしてこちらに表示されるといった具合です。 実際にパイプライン処理がされているかを確認するためこちらの表を使います。xyz がそれぞれどの数字になっているかそしてステージ1は今どのような状態になっているかステージ2はどのような状態になっているかを示している表です。これは時間的には右の方向に進んでいきます。それぞれですね、クロックを入力していくとまずは xyz をすべて1に設定します。はい、xyz はすべて1となりました。ここでクロックを入力します。そうすると。 こちら、ステージ1に数字が表示されました。ステージ1、まず z がそのまま入る。x と y の足し算、この場合ですと2ですね。こちらが表示されているようになります。ステージ2は元々の0がそのまま入ってきたので、数字は変わりません。なので、こちら動作としては、ステージ1の足し算がステージ2に表示されると。そして、x、y、z のこちらの足し算がここに表示されて、そして、z はそのまま表示されるといったようになります。 この状態でもう一度クロックを押してみます。そうすると、はい。ステージ2の部分にですね、数字が来ました。3になっています。ステージ1の数字は変わっていません。では次、Z をですね、2に設定してみます。1、1、2の状態になりました。この状態でクロックを押してみると、はい。こちらに移動してきましたね。ステージ1はそれぞれ2です。ステージ2は3となっています。 今度 Y を2にしているようですね。こちらも2に設定します。221の状態になりました。これでクロックを押してみます。そうすると、なんか良さそうですね。ステージ1については23で対応しています。ステージ2についてはこちら2で対応と合っていますね。次に進んでいきたいわけですが、XYZ は122のまま変わりありません。ですので、このままクロックを押します。はい。そうしますと、 ステージ1については2、3は変わりないです。そしてステージ2については X と Y の和が3、そして Z が2ですので、これらの足し算は5となっています。さらにクロックをもう一回押すと、はい。最初からですね、入力されている数字が変わっていないので、ステージ1、2の数字も変わらないといったようになっています。こちらを今0にしてみましょう。そうすると、こちらは全部0になると。今、2と3の足し算がステージ2に来ているので、5になると。 これをもう一回押すと、ステージ2が、はい、0となりました。パイプラインの動作はしっかりとできています。実際のパイプライン処理では、こんな簡単な足し算ではなくて、もっとですね、行列の計算とか、そういったことをやります。映像処理であったり、音声処理なんかでは行列の計算を多用するので、まあ、そういったところでですね、このパイプラインを使って、音声や映像の処理のスループットを上げていく、といったことをします。 というわけで FPGA について簡単にですが解説してそして実際に使ってみましたハードウェア記述言語を使って回路を記述してその通りに動くっていうのが FPGA のですね面白いところです内部では回路が常に並列で動いていますので並列処理が可能ですそしてパイプライン処理をすれば処理速度を大幅に向上できるというのも FPGA の特徴ですで,ですねマイコンはよく使うけど FPGA は使わないなっていう人結構多いかと思います 実際のところ FPGA は使いどころをかなり選びますからね。なんですけども、この動画を機会に FPGA もぜひ使ってみてください。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。1件の公式 LINE もやっています。セール情報など配信していますので、友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すれば、その後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。 それではご連絡お待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から